一般社団法人松阪市観光協会小森です。宇治里祭りは松阪海部の祖蒲生宇治里港を検証するお祭りです。毎年11月3日文化の日に開催され、今回で56回目となります。宇治里港は織田家から豊臣家に仕えた戦国武将で、1588年宵穂の森に城を築き、新しい城下町を松阪と命名しました。また城下町の構築に力を注ぎ、楽市楽座の導入や近江商人を招致して、後の松阪商人の基礎を確立し、今日の商と松阪の礎を築きました。宇治里祭りでは宇治里港を忍び、総勢200名ほどの武者行列が最大の見物です。松阪城跡本丸での出陣式に始まり、公募で選ばれた馬上の宇治里港をはじめ、妻の冬姫、武者隊、手作り甲冑隊などがお城跡から中心商店街周辺を行列します。また中心商店街では楽市楽座を彷彿させるお店がずらりと立ち並び、踊りなど様々な催しで大変にぎわいます。秋の一日、皆様お揃いで松阪宇治里祭りへぜひお越しください。えい、えい、おー。